皆さんこんにちは、メグです。今日はですね、バレンタインデーということで、バレンタインデーっぽい回復魔法コマンド、回復の弓矢を作ってみたので、そちらをね紹介していこうと思います。エヴォーカーとかをスポーンさせて、弓を持ってサバイバルに戻します。するとまあ当然ね襲いかかってくるんだけど、この弓矢を使えばこんな感じでね、いくら攻撃されてもいくらダメージを受けてもずっと回復することができます。かなり強力な再生能力を付与してあるので、あ、トーテム出た、痛いけど痛くないってやつですね。ということで、回復をしつつ敵を攻撃しまくれるっていうような回復の弓矢を作ってみました。一応今回はスコアボード作ったりタグつけたりっていうのをすることがなくて、普通の弓矢を取り出してただ打つだけでこのコマンドが発動するようにしました。今回は打ったところにハートマークがハートの形で出るようになってます。一応ねバレンタインデーなんで、ちょっと可愛いコマンドになるように工夫してみました。今回のコマンドは全体のスイッチとオフの時にスコアボードを削除するコマンドブロックと、パーティクル系と命令系に分かれてます。今回は敵を倒す系の効果はつけませんでした。まあハートなんでね、基本が可愛いコマンドを使いたいなと思った方はぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。